コケカキーキーは、水木しげるによる日本の漫画作品、及び同作に登場する架空の生物の名称。また、水木の作品ではないが、同名の紙芝居作品も存在する。コケカキーキーは、週刊漫画サンデー1970年8月1日号から9月5日号まで、連載。その後、 コケカ・キーキーガイが同年10月10日号から1971年2月27日号まで連載された。高度経済成長を経て生じた社会問題などを題材に、新生物、コケカ・キーキーの活躍を描いた風刺的要素の強い作品。外伝では、ウーマン・リブ、ヘドロ郊外、三島事件などの時事問題や、西風俗産業など性に関する題材が、 取り上げられている。単行本は1970年11月に実業の日本社のホリデーコミックスから刊行されるが、外伝は収録されず、週刊プレイボーイで同時期に連載されていたコロポックルの枕が閉録される。その後も外伝は長らく書籍化されなかったが、1986年に講談社の KC スペシャルコケカキーキー。 水木しげる幻想会さ3にて、初めて全話収録され、その後は、中古文庫や、コンビニコミックなどで書籍化されている。2005年、境港市の水木しげるロードに、コケカキーキーのブロンズ像が設置された。四季の迫った老婆、捨てられた赤子、郊外で弱った老病、その猫に取り付く白らこれら四生物が、同時に死を迎えるとき、コケカキーキーは誕生し、 庶民を救済するため東京へ向かい始める。水木しげるの漫画作品、コケかキーキーとは全く内容が異なり水木が描いたものでもないが、かつて同名の紙芝居作品が流通していた。水木の北郎シリーズの原点である伊藤正美の紙芝居、墓場北郎が1933年から1935年頃に人気を博すが、後に関西地方でも、 同様の街道が活躍する紙芝居、コケキーキーが作られた。この作品は、墓場喜太郎からヒントを得て作られ、関西では知名度が高かったと言われる。現物がほとんど確認できない幻の紙芝居だったが、2008年に京都国際漫画ミュージアムで開催された紙芝居百年展に出展された。ありがとうございます。